私も見ました、あの親父がね、あの突っ込んできてね、で警察が慌てて止めに入るんですけれども、突っ込もうとも、もう本当にね、ギリギリまで来て、で突然止まるというですね、だから中村さんにつきあのこうね体当たり食らわそうと思えば食らわせたはずなのに、途中で止まってですね、バカにされてやんのというですね、<laughs> 本当にね、あのアホだなぁと思いますよね。 あのー、桜井は被爆2世ですからね爆心地に近いところに住んでましてね本家でだからうちの母ちゃんが被爆してるから私だって被爆2世ですあのー、どういう顔して言うのか見物ですよねいやもしあれ私だったらねあのこいつらが被爆者差別してるって言ってね差別者帰れって言ってやりますけれどもね <laughs> えー、原爆被害者が話し合いで、あの原爆被害者ってね、少なくとももう現在77歳なんですよね、それは分かりますよね、77歳で最低の年齢が77なんですね。ということは、まあ、なんかこのね、キム・ジョンウンみたいなね、このじじいがですね叫んでましたけどね、被爆者特権とか言っている、桜井を絶対に許さないって、いや、私は原爆2世ですけども、被爆2世ですけど、なんか文句あるの というですね、うん、被爆2世ですから。で、ついでに言うと、東日本大震災の時に、支援物資をね、南相馬市に持って行って、パヨク認定で、櫻井は被爆者なんですね、被爆2世で本当に被爆して、でもうこれでもかとですね、こうあるのにですね、本当は、何を言っているのかね、君はというですね、うん、いや、医療費ただなんですよ。で 他にもいろんな特権がついてるんですけどもこれ特権って言わずして何と呼ぶんだっち話なんですよねだからみんなねこの被爆者手帳を欲しがるんですよで今ねあの2世とか3世になって2世3世って大体いい被爆がですね遺伝するわけねえだろうっち話なんですよね被爆したからといって遺伝なんかしませんがなで被爆者2世にも3世にもこのね被爆者手帳を渡すべきだとかアホなこと言い出してるわけですよ いやですから、何度でも言いますよ。被爆者特権あります、うん。いやね、もう本当にね、めちゃくちゃなことをやってるのはこの広島ですからね。